さあ、それでは今回はフロントサイドのカービングについて解説していきたいと思います。まあ、サーフィンしてて、まあ、リッピングとカービング、まあ、2つの大きいマニューバーがあるんですけど、まあ、今回はそのカービング、まあ、リッピングと同じぐらい需要があるもので、まあ、このカーブができたりすると非常にまあかっこよかったり、スプレーが飛んだりすると非常になんかこう美しかったりっていうのが僕の中ですごくあって、今回簡単なカービング、まあ、難しいこう上級者がやる難しいようなカーブじゃなくて簡単なカービングですね。でも割と状態も高いですし、まあ、軽く、まあ、上半身下半身ほんと軽い連動でできるようなカービングを解説していきたいと思います。それでまあ今回の動画イメージ的にしやすいイメージは、カービングは体のひねりがすごい重要で、まあ、入れ具合だったり上半身と下半身入れ具合、まあ、それを踏まえてポイントを3つに分けてまあ解説していきたいと思います。まあ、ポイント1、カービングをするためのためを作る、まあ、ボトムターンからトップに登っていくためにためを作ることを解説します。ポイント2、上半身でまあ先行リード、まあ、上半身を使ってリードしてあげる。ポイント3、その時に下半身の力の入れ具合、まあ、カービングは力の入れ具合が難しいんで、もうそこを解説していきます。それではこちらの動画をご覧ください。それではポイント1、まずためを作る。まあ、前回の動画、まあ、他のこの関連動画で、まあ、ボトムターンを説明したんですけれども、まあ、その続きの動画になります。見てない方はそちらも一回見て確認してください。まずボトムターンのためを作る、まあ、ためを作るっていうのはここですね。膝を曲げて上体を落とす、そうすることによって次のカーブする状態のためのためを作る、まあ、低い体勢を作り始めるっていうイメージですね。まあ、上体がこのまま高かったり下半身が伸びきったり膝腰が高い位置でいくと、そのカーブをする際に失速の原因になるので、伸びてトップに行くときに少し低くしてあげる、まあ、そんなに思いっきり低くするっていうイメージじゃなくて、まあ、少し膝曲げて腰を落としてあげるっていう動作ですね。まあ、窮屈にならない程度の感じでいいと思います。さあ、ポイント2、上半身の先行リード。ポイント1でうまくためを作った状態でカービングし始めます。カービングし始めるときにこの手がまず先行リード、僕の場合はこの手を先行リードさせて上体を引き込んでいきます。その時に、まあ、後ろの手はだいたい肩より上、まあ、手上げてやる方もいますし、あんま下げてやるって方は見たことないんで、割と肩より上の位置でやると非常にやりやすいんじゃないかな、まあ、バランスが取りやすいんじゃないかなと思います。その時にまだ上半身は最初の感じで、上半身と下半身の動きはまだひねりは入れてないです。同じ状態で手だけまず先行してあげるっていうイメージでやっていきましょう。まあ、その時もちろん大事なのは目線、これは時はちょっと横っぽいですけど、多分左目で追うように横目で下を見てたり、その行く場所を視野に入れて動作します。これがポイント2です。それ最後ポイント3、下半身の連動、下半身の力を入れていく。上半身のその先行リード、ポイント2で説明した上半身の先行リードと一緒に次は下半身も一緒に持っていきます。動画を進めますね。上半身手戻します。その時下半身に最初よりこの作ったためを少しずつ解放していきます。この状態から作ったのを少しずつ伸ばしていく、体も起きてきますね。足も伸びてきます。その時に右の後ろの足も少しずつこの角度で少し前に押し込むイメージで、前に押し込むイメージで後ろ足はやってあげてください。その時に前足は伸ばしながらパワーゾーン、ここのパワーゾーンですね、ここに引っ張っていく、お尻と一緒に引っ張っていくイメージでやってあげると、割と力が伝えやすくて板を引っ張るのに非常にやりやすいんじゃないかな。そして最後は徐々に上半身を起こしていきフィニッシュ。まあ、この時いろんなポーズがあるんですけど、自分がかっこいいと思うポーズで、まあ、僕の場合はちょっと左手が前の手が曲がってますけど、まあ、そこは自由に次の動作に行く時にあまし失速しない動作でやっていくと非常にやりやすいですね。まあ、大事なのは上半身を持っていった時にこの下半身のためを徐々に伸ばしていく、徐々に伸ばしながら引っ張っていってあげる。この時に
お尻をあんまり倒しすぎたり、まあ、カットバックみたいに手をつきすぎたりすると割とカービングっていうのはしづらいです。カットバックするときは手をつくイメージはいいんですけど、割とカービングは手は水につけないで起こしてあげて、肩をここの胸をちょっと開いてあげる、もう開いてあげることによって下半身がついてくるんで、その動作をしてあげた方のが割とやりやすいと思います。それでは最後にポイントのおさらいをしていきます。まずポイント1、まあ、ためを作る。ポイント2、上半身の先行リード。ポイント3、下半身の力の入れ方、まあ、連動、上半身と下半身の連動ですね、まあ、この3つを意識していただいて、まあ、ゆっくり一個一個意識してもらえれば、割と簡単にカーブ、まあ、この後すぐカットバックっていうのをしやすくなる、まあ、ちょっと上半身の使い方は少し違うんですけれども、イメージしやすいんじゃないかなっていうイメージですね。割とそんな難しく考えないで、割と力を入れないでまず最初にやってみる、まあ、本当に戻る、溜めたのを上半身を伸ばしながらちょっと開いてあげて上半身を引っ張ってあげる、まあ、手で先行してあげるってイメージをやりながらだったら、まあ、どんな波でも、まあ、ちょっと緩慢なセクションがあればやってみたら、その戻るイメージさえできれば OK なんで、そこをどんどんちょっと試していただきたいなと思います。まあ、この後また他の動画でも今度もうちょっとこう上級者向けのカービングだったり、まあ、もちろんカットバックっていうのもやっていくんで、まあ、そちらもご覧ください。